かわいいにゃんこ。今ご飯待ってるにゃんこ。ご飯待ってるよ。あにゃ。降りたにゃん。あんたなんでそこ降りるにゃん。降りたらダメなのにゃん。はい。はい、画面変わりましてね。はい、風呂上がりね、ちょっとみぞれでも食っていきましょうかねって。ちなみにここは役場の前で、のほほんとアイスクリーム食ってみたいなと思います。そんなこんなです。だって無事俺はこうだ知らないませんか。そんなん、え、そんなん知らんがい。いやー、風呂上がりね、アイスクリーム食えるなんてね、もう最高だね。いや、いや、あのおっさんにはお前が見えんだったんだろ。いや、ペコリンとは死んじゃった。ペコリンとは、うん、挨拶なかったの。うん、それおかしいですね。ペコリンとは死んじゃった。うん、で、シャブハゼで、ていうか、ミサトからコロナが2人出たらしいけど、どこのドイツなんだろうね。あ、そんなことし、あの、聞く必要もないです。多分、あの、バチが当たった2人だと思いますけどね。まあ、あえて誰とか言わん方がいいのは分かりますけど、それがあるけんかもしれないね。うん、それがあるけん、副議長さんは俺に黙ったもんね。俺ら今日黙ったもんね。うん、特に俺には黙ったもんね、副議長さん。そりゃね、うん、あの、選挙違反されてますからね。副議長、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 どうやってみる。んよ、やましいことしとるけ挨拶もできへん。あ、うん、すべてあの YouTube がね、うん、実証してくれるから、うん、だいたいやましいことをしてなかったらね、うん、堂々と、あ、野呂さん元気いる言うて声かけてくれるけど、それができんということはね、やましいことをされてるんです。まあまあ、ジョニーはジョニーしてたけどな。まあね、うん、あ、冷た、これ美味しいよ、めっちゃ美味しい。今回ちょっと食べさせてもらってるのね。はい、みぞれちゃんです。昔懐かしいね、みぞれちゃん食べてます。もう最近ね、こっち帰ってからあんま動画撮ってなかったんで、こっち帰ったら皆さん感じるでしょうね。ちょっと待ちだと。そうそう、あれいつだっけ、7月、先月だっけ、うん、1ヶ月経って実証が出ましたね。っていうか、あの、あれよ、美郷町役場の誰とは言いませんけど、うん、早速ね、選挙が終わってから早速入院されましたね。うん、あれから解放されたんか、それともチンされたんか分かりませんけど。ああ、今撮ってんの。あ、撮ってんの。撮っとるよ。ああ、当たり前じゃん。あ、もう今回ね、もう編集するの大義なんで、もうそのままスパーンと上げちゃいますよ。うん、また爆災がブツブツ言うよ。まあいいよ、爆災さん、あの、自分が言うとは全て事実なんで、はい。バカさんしか言いません。バカさえながらやってる人間だけ、多分ね、あとね、4、5人ぐらいは役場のアホがまたコロナかかるんじゃないの。あの、あえて誰とは言いませんけどね、私の方法にね、の方と捕まえちゃう。お前、あの、県外あちこち行っとるみたいだけど、コロナなんか持って美郷に帰るなよってほざいとったバカがいましてね。そう、それは言うとったじゃん。それまた別の人じゃないの。いや、ちょっと頭はげた、あの、小太のおっさん、うん、じゃあ眼鏡かけてさ、背がちっこくてさ、あの、お前みたいな、あんま小太のおっさんがよ、あの、偉そうにわしにかばって抜かしとったんや。いや、済んだことでも、済んだことでも
うん、俺がコロナだって育てとったばっかおったじゃん。まあ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 、簡易検査も陰性ですしな。そうそう、簡易検査も陰性が出ましたからね。まあ近い時間PCR 検査受けますけどね、はい、ちゃんと受けますけど、受けた受けたでちゃんと YouTube 動画アップしますけんね、もうちょっとね待っとってくださいね皆さん。結果が良かれ悪かれちゃんと YouTube 上げますから。ああ、今回ってんだよね。回っとる。あ、来年俺町長選挙出ますから。あの弟が町長選挙に出るでしょ。あの仮に受かったら私そのまま副町長になるんで、皆さんあの給料思いっきり棒引きにしてあげますからね。覚悟しとってください。特に三郷町の役場の皆さん、うん、あの俺貧乏になりたくないからってこざえとった三郷役場の何かとは言いませんけど、そんな大寝言ほざやとったばっかがおったからね。うん、特にそいつはあの原稿何ヶ月分にしようかね、3ヶ月分にしましょうかね。うん、あのある意味町長に立てつくやつは、うん、あの役場の墓場でもどこでももうぶち込んであげますから覚悟しとけ。ああ楽しみだね。行政改革ですから別に。あのいいように言えばあの行政改革。いいように悪いように行政改革。そうそう行政改革です。あの今までの三郷町がねあのぬるいことをやってたんで。ぬるいんだけどインチキじゃん。え？ぬるいんだけどインチキ。あ、インチキ、インチキ押されてましたね。はい。で今回ねなんかあの水道料金を 20% 上げるとかなんか寝言ほざいてますけど。24% だったのが 12% に変わる。え、何 ?24% 一気に上げるのか。一気に上げんの、バカなんじゃない。お前食うの遅いね。食ったろか。なんで。食ったろか。まあ動画撮ったら帰るわさ。動画撮ってんの。いやだって動画いつまでも食わんと思ったら蚊に食われるわ。じゃあお前これ処分しとけ。あ、あの女かがきやがったけ。またね。にゃんにゃんにゃ。逃げなくていいんだにゃ。あいにゃ。餌ないけどごめんにゃ。あいにゃ。あいにゃ。あ、背伸びして気持ちいいにゃ。あいにゃ。なに、餌欲しいの？餌欲しいの？ウォーミングアップする、ウォーミングアップ。にゃ。にゃ。はい、私の動画見ていただきありがとうございました。のほほんとしたね、動画、に仕上げたいなと思ってね、はい、今日はのほほんとした動画をお届けしました。はい、この動画ね、見てええなと思われた方、高評価、グッドボタン、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、三郷町からのほほんチャンネルがお送りしました。次の動画お楽しみに。はい、ありがとうございました。